島根っこイージーアライブスタートです。見えますかね。あ、拍手してくれてるお友達がいる。今日は島根県松江市にある京見世商店街に来ています。イージーアライブで街歩きどんな感じになるでしょうか。そう、なんかここ川沿いにねえベンチができてたんです。すごいでしょ。やってきたこちらはカラコロ広場。前回のインスニャライブでぐるっと松江堀川巡りの遊覧船に乗せてもらいました。あの時の3つの乗船場の一つ、カラコロ広場乗船場が目の前にねありますよ。見えますかね。あ、皆さん乗るところですね。あ、ね、こちらのスポットね、周りにいろいろお店があるので行ってみようと思います。まずカラコロ広場といえば、 あのね大きな傘だよね。赤い傘、大きい赤い傘を中心に広場になっていて、時々イベントが行われて賑わってたり、テーブルやベンチもたくさんあるので、近くのお店でテイクアウトして食べたり休憩したりね、のんびりできるところです。カラコロ広場のカラコロという名前は、明治の頃に木造の松江大橋を渡る人々の下駄の音を文豪小泉八雲、桜深梨央範がカラコロと下駄の音を表現したことから名付けられています。ベンチに座ってティータイムできちゃうね、赤い大きな傘の下いいですよね。そうで、奥の壁のところにカラコロ広場のね名前、カラコロと言っていた小泉八雲のね後ろ姿のレリーフがあります。小泉八雲が松江に住んでいたのは1年3ヶ月ほどで、いろんなところへ旅をされたそうなので、ね、行ってらっしゃいって感じかな。大きな荷物を持っている小泉八雲さんの後ろ姿ですね。お揃いのポーズで後ろ姿で写真撮るみたいな感じかな、ね、こんなところで写真撮って楽しいかもしれないですね。そう、お茶と和菓子を食べたくなるねとかコメント入れてくださってます。カラコロ広場から商店街、こっちの方にね歩いていけます。つながってますよ。はい、じゃあちょっとずつ進んでいこうかな。商店街からカラコロ広場に入る角のところにある大黒様のところですね。カラコロ大黒です。おみくじを引いたり、ハートの絵馬があってね、お願い事を書いたりとかできたりして、縁結び祈願をねすることができる大黒様のところです。松江京店商店街は縁結びスポットがいくつかあって、この近くでもね、どこだろう、石畳のところに、石畳のどこかにハートのパワーストーンが隠れているんだそうです。そうそう、石畳がね、こちらが商店街のところに出てきて、石畳にハートのパワーストーンがね、どこかな、あったあった、見えますかね、ハートの石があるんです。このピンクの石がローズクォーツで、もう一つ白い水晶のハートのパワーストーンもあるんだって。2つ見つけたらね、なんかいいことがありそうじゃない。ちょっと探しながら歩いてみようか。なになに、あ、白い石じゃなくてお蕎麦屋さん見つけたね本当だ、手打ち蕎麦、出雲蕎麦食べれるのかな。このまま商店街の入り口の方に向かってみようかな。新しくできた撮影スポットがあるので、そちらの方に向かってスクショタイムとお知らせタイムができたらいいかなと思います。いろいろお店がね、なんか、そうそう、薬屋さんとか、え、そっち？そっちは、
アトリエさんだ、アトリエ、なんか手作りタイム楽しみませんかって書いてあるね。えなんか作り方教えてもらえるのかも、ね、えこちらカフェかな、ねえお茶するところもたくさんあるよね。あこっちは何かな、お洋服屋さんかな、そうここもカフェかな、ねえおしゃれカフェ、あ日本茶カフェだって、そう松江はね茶どころでもあるからお茶のお店も多いよね。目的地まで誘惑がいっぱいってお友達にそうだよ入り口のところにそう撮影スポットがあるから行って行って、いろいろ楽しいオブジェが置いてあったりするんだよね。あそうベンチもあるから休憩もできて、で、あ骨付きのお肉大きいのあるよねえねえ、骨付きのお肉はねベンチなのかな、これ座れるようになってんじゃない、ちょっとかぶりつきたくなっちゃう、あ、座れたこれちょっといろいろあるから、そうベンチがあったり、そうスクショタイムしようかなと思うんですね、このここでヒロかぶりつきだねシマネッコもお腹いっぱいになりそうなお肉、骨付き肉でしたね。えこちらは松江市出身の漫画家園山俊二さんの代表作はじめ人間ギャートルズの世界観を表現した京見世ギャートルズ広場です。ということは、あギャートルズっていうことだから、だからじゃない、ちょっとカメラをちょっと遠くにしますよ、するとこっちの大きいの見てください、これマンモスのお肉じゃない、すごい色ですよねじゃーん、すごい大きな足跡、お入れた入れちゃった、シマネコが入れちゃう大きさの足跡、すごいねマンモス、すごい大きさなんだね、その指のところにシマネコの足はまっちゃうんじゃない、すごい大きさ。インスニャライブでみんなと一緒に街歩きどうでしたかね、シマネッコどうだったあ楽しかったね、いろいろ皆さんに見てもらえたし、コメントで参考も聞け、あの感想も聞けたし、やっぱりインスニャライブいいね。手合わせ参拝、潤い満杯、カサカサ。